こんにちは、ミルクティー飲みたいです。ということで、今回は、キテレツ動画配信団さんの一連のお話について、僕が最も真相に近いのではないかという話をね、もうね、話すことでも解き明かしていきたいなというふうに思います。救済しては再開するってね、もう東芳かっていうことでね、東芳先生いつも最高の漫画ありがとうございます。ということで、要は今回のブームによってこの件について知った人が得た情報のほとんど 98% ぐらいは今年の3月の段階にはもうすでにね出ていた情報なんだよと。それはなぜかというと、キテレツ動画配信団さんが動いたから今回ブームになったわけではなく、大物 YouTuber のたまりぼんさんがですね、この動画の中で取り上げたというところで、今回これだけ大きなブームになって多くの人が知るようになったというところもあり、だっていろんな YouTube で動画を配信している人が今回の件に、ね、一枚噛んでるのではないかというね、まあ、一つの説とかもねいろいろ出てきたりするわけなんですけども、動画を出している側である以上、おそらく見ている皆さんよりも多くの情報が集まってるし、何かしら知っているようには見えるとは思うんですが、果たしてね、そんなことをして何かいいことはあるのかということふうにね、それを具体的に考えてみたら、もうおのずとね分かるとは思うんですけども、ましてバレた時のリスクを考えたら、たまりぼんさんなんか相当な問題になると思うわけですね。そう考えれば、 YouTuber が1枚噛んでいたなんていうことはですね、もうおそらくありえないのかななんていうふうにも思っていますけども、ではね、真相はどうなのかっていうことに関して、僕が今現段階で思う最も、有力な話をですね、これからしていこうと思うんですけども、この件に対する考え方っていうのは大きく分けて2つに分かれると思います。ガチで消された説、またはやらせ説の、まあね、大きく分けて2つなのかなというふうに思うんですけども、先ほどの YouTuber が関わっているという説に関しては、まあ、やらせ説に入るのかななんていうふうに思う、分類されるのかなと思うんですけども、真相はどっちなのか、僕が今思う答えは真ん中であるというふうに思っております。圧力もあった、演出もあった。なので、どっちか片方で考えていた人にとっては、いつまで経っても辻褄が合わなかったんじゃないかなというところ で、僕なりに立てたシナリオをですね、ちょっと簡潔に述べていくと、1、コラオさんは当初少なからず圧力を受けていた。2、キテレツのアカウントはもともと共同アカウントであったためか、他者の手で操作できる状態にあった。3、その後相手方とキテレツの間にこう話し合いなどが設けられ、何らかの契約を結び、その時にですね、熊本自身の予知に関する動画をアップした結果、かなりの、環境を生んだ。この熊本地震のトリックに関しては皆さんも気になると思うので、まあ、後でね説明しようと思うんですけども、4、その後ですね、あっち側の人とキテレツによって、この一連の話題により深みを持たせるために、いろんなチャンネルやブログ等を開設し、まあ、リスナーの想像を膨らませるように誘導した。題名のないレディオに関しても、視聴者の憶測をかきたてるために、いろんな組織の名前を出して視聴者の反応を見ていたと。そして最後5個目は、彼らはおそらく2018年の変わり目付近でですね、動くことを予定していたんですが、タックTV さんまたはたまりぼんさんが動画を出したことで、今頃ね次の一点について考えている、もしくはキテレツの話題を扱ってくれそうな YouTuber に対して、まあ、コメントやダイレクトメッセージなどを通して、キテレツ動画配信団っていう消えた YouTuber 知ってますかみたいな、ぜひ動画で扱ってみてくださいみたいな形で、彼らが動画の中で扱うように誘導した可能性は考えられるかなと。そして彼らの思惑通り、かなりの反響を生み、次の一点について今考えているという、といったところが僕の今思っている、まあ、仮説なんですけども、まあ、少しこれから肉付けしていきたいと思うんですが、1、コラオさんが受けていた圧力についてなんですが、コラオさんが動画の中で自ら匂わせていた部分っていうのは、日本ってすごい国なんだよって、日本人の誇りを、持てるようなメッセージを詰め込んでみたけども、それが誰かにとって都合が悪いことで、まあ、動画がアップできなくなったっていうふうに彼は言っていて、おそらくですね、そういう団体、まあ、宗教的にまたは政治的に、そういうのを好まない人が彼らの近くにいたというのは、おそらく事実なんじゃないかなというふうに思っています。そしてキテレツの2人が〇〇〇〇やとね、深い関わりがあったということは、この件を深く調べてる人だったら知ってると思います。そしてその〇〇〇〇業界というのは、それなりに闇が深いというのはご存知の通りだと思います。そして彼らが深く関わっていた〇〇〇〇やというのが、空白の真相という動画をアップした17日前に閉店しているんですね。そしてそのまさしく閉店した日、その日こそがお詫びという動画を投稿した日になるんです。どうでしょう、これは偶然でしょうか。僕はですね、これに気づいた時に一人でうわってね、声をね上げてしまったわけなんですけども、2つ目に共同アカウントについてなんですけども、まあ、YouTube の機能として、まあ、複数人でアカウントを管理するという機能があるので、それによって一度パスワードなんかが漏れてしまった場合、他の人がね簡単に動画なんかをねアップしたりすることができるような状態だったというところで、まあ、3つ目にですね、話し合いの結果、何らかの契約のもとに、今後その後チャンネル運営がされていくようなことになったわけなんですけども、おそらく
皆さんが気になっているであろう熊本地震の予知に関するトリックについて、まあ、お話ししていこうと思うんですが、あの動画が熊本地震の2時間前にアップされていたというのはガセです。2時間後にアップされていたというのが、まあ、正確なところなんですけど、そのトリックというのはまず前もって北海道から、まあ、沖縄にかけてできるだけ多くの地域や県で、それらを象徴するそういった画像をあらかじめ集めておきます。そしてできれば前もって動画をある程度、作っておくと。そして日付の部分だけ後から編集できるような状態にしておいて、例えば熊本地震の時だったら414という数字の部分だけ、その時に応じてその数字だけ変えるだけというところで、そうやって前もって準備しておくことによって、地震の約2時間後というね、驚異的なスピードで彼らは動画をアップできることができたのではないかと。もちろんこれはかなりの手間がかかるところなので、もしかしたら九州地方、東北地方、中部地方といったように大まかな地域ごとに作っていた可能性もあるんですけども、そうやって前もって作っておいた動画をですね、その震災のタイミングで少しだけいじって即座にアップするということは、可能なのかなというところですね。一つ目にですね、熊本地震で大きな反響を得た彼らはいろんなアカウントやブログなどを開設することで、それにより深みを持たせるように画策したと。例えば今回不思議なことにテレツさんたちが削除した動画っていうのがなぜかまた再度アップされるっていうことがよくありませんでしたか？これはなぜなのかというと、それは彼らのアカウントがアップしてるから、もちろんデータを持ってるよねというところなんですけども、もちろん一般の方で持ってた方がアップしたっていうのもあると思うんですけども、実はキテレツさんが削除した動画の中にはなかなか再度アップされなかった動画っていうのがいくつかありまして、まあ、その中の一つでキテレツ動画配信団が残した幻の過去動画シャープ1というものがなかなかですねアップされなかったんですけども、先日それがですねアップされていたんですよね。なので僕はツイッターでこういうツイートをしたんですけども、その結果ですね、どうやらリスナーさんの中にもそれに気づいていた人がいたみたいですね。そしてその動画をアップしているアカウントについてちょっと調べてみると、アカウント名はヤタカラスというアカウント名で、その概要欄にはこのような文字が書いてありました。これに関しては前回の僕の動画を見てくださった方であればどういう意味を持っているかというのは分かっていただけると思います。そしてこのヤタカラスというチャンネルが唯一チャンネル登録しているチャンネルというのが UT フロンティア、そしてこのチャンネルの設立日が2013年の2月ということで、彼らがまさに活動していた真っ只中にこのアカウントは作られていたわけですね。そして最後5つ目となるんですけども、水たまりボンドさんが、この件について動画を上げたというのは、彼らにとっては予想外の出来事だったか、もしくは彼ら自身が水たまりボンドさんにリクエストしたかのどちらかだというふうに僕は思っていて、なので彼らは関係ないというふうに思っています。どちらにせよ今頃ですね、今後どうしようかなっていうところで、次の一手をね考えている頃だと思うんですけども、もし復活する予定であるならば最も利益を得られる時期に復活するでしょうし、もしかしたら都市伝説というのはこういうふうに作られこういうふうに広まっていくんだよっていう、そういう実験だったんだよっていうね、そういうふうな角度から来るかもしれないし、どんな理由で説明するかというのは今のところ不明なんですけども、ただ今僕が挙げたこの仮説がもし確かだとするならば、あっち側には相当頭の切れる人がいるということになるわけですね。そうなった場合、また話題性を生むであろう怖いようなね、怖い編集をした動画というのを2018年の頭とか今年の年末ぐらいにね出す可能性とは十分あると思うんですけども、近年の何でもかんでも漫画を実写化すればいいと思っている日本の映画界もね、この人たちのやる気と構想力というのをねちょっとね、見習ってほしいと。ということで、これがですね僕が今のところ導き出した最も真相に近いのかなと思っている仮説です。もちろん仮説なので当たってる部分もあるだろうし外れてる部分もあると思うんですけども、皆さんの意見はどうでしょうか。今回はこの辺にさせていただきます。都市伝説に興味ある方はミルクティー飲みたいチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ということで次回もよろしくお願いします。失礼します。